ございます。2日目の朝です。だいぶ明るくなってきました。今ね、時間が、何時だ、6時、6時過ぎですね。はい、昨日はですね、まあ12時くらいにね、寝たのかな、一回。周りでね、喋ってる人がね、結構遅くまで喋ってて、それが気になって寝れなくて。で、一回寝て、そこから、あれですね、2時半とか3時に、これ、吊り橋がね、後で外行った時に映しますけど、あるんですよ。そこをね、男女のカップルがね、もう何組、3組か4組か、カップルっていうか4人組グループかな。その男女のグループが3グループ、4グループくらいね、キャッキャキャッキャ言いながら夜中の2時半とか3時とか、これで目が覚めて、それからもうちょっと頭が痛くなる。なんか目が覚めてる。最悪でございました。ちょっと眠たいんですけど、明るくなってきたらね、なかなか寝れないんですよ、僕。今日もモンベルのテントですね。まあこんな感じです。なんかね、結構ね、これ全部メッシュで涼しいんですよ。これもモンベルのね、どっちかというと冬用のやつなんですけどね、ダウンハガーの800、シャープの2ね、こんなやつなんですけど、まあ掛け布団にはね、これいいし、まあダウンだからかさばらないんで、これをいつも夏場でも持ってきて、今日はねもういらないかなと思ったんです。できてよかったです。朝方冷えました。よいしょ、寒い、出て出て、寒いです。はい、昨日はちょっとご飯を食べて、ちょっと洗いも残ってますけどね、とりあえずちょっとコーヒーでも入れて飲もうかと思います。あそこに吊り橋があるんですよ。あれもね、朝6時ぐらいから人が渡ってます。もう寝れません。はい、うわ、あ、帽子が灰だらけに、しまった、こんなとこにかけてて。はい、じゃあ、朝食の準備をしたいと思います。ではでは。
はい、どうも。とりあえずね、片付けの方もう終わっちゃいました。こんな感じですね。荷物も満載です。こんな感じです。ね、改めて見ても、すごい、すごい量ですよね。はい。ね、一応もう、バッテリーから直接エンジン切っててもね、とりあえず給電するようにしてます。まあ、一応電圧がね、下がりすぎたら自動で止まるようにはなってるんで。まあ、他にもね、僕の場合は電圧計とかいろいろつけてるんで、まあ大丈夫だと思います。まあ走行してたらね、とりあえず、問題はなさそうなんで、ね、これで帰っていこうと思います。はい、二日目もいい天気ですね。とても、いい天気です。さっきね、今日も、川に、ちょっと入ってきました。涼むためにね。はい。結構ね、ここ戸塚川っていう川なんですけど、そこそこ流れがね、急でね、向こうの方ちょっと浅瀬になってて、遊べるようになってます。ここら辺はちょっと急ですよね。はい、こんな感じです。水はすごい綺麗ですね。吊り橋歩いてる人いっぱいいてます。ではでは。はい、そしたらね、帰ろうと思います。よいしょ、とりあえず一回あれしようか、センタースタンド立ててるから先それだけ、よっよっよっ、よいしょ、重たい、一斉のよいよいしょ。さあ、やっぱ止まってたら暑いんでね、走りましょう。どんどんゴミはね、もう先に捨ててきました。もうね、よいしょ、はあ、暑い、
川にねちょっとね涼みに行こうと思ってね、入ってきたんですけどね、入ってる時は涼しいけどやっぱり片付けしてたら暑い暑い。こっちからでいいか。よいしょ。ここは結構ね広いんですよね。だからそれなりに間隔を空けてできるんですけど、やっぱりこう便利な方は結構詰まってますよね。間詰めてねやっちゃってますけど、でもしっかりねここはね感染対策やってると思いますよ。検温とかもあるし。これもこのまま出ていいかな、このまま出ていいかな、あもうそのまま行っていいですか。ありがとうございます。出ます。よいしょ。おー急だ。こういうとこがちょっとね多分この荷物とフロントスプロケット17っていうのがね結構効いてますよね。こういうとこで止まりたくないんだよな本当は。よいしょ。発進がなかなかね厳しいものがありますよね。はい、ね今日今回はねまあ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 ゆったりできたと思います。ここのね今ちょうどね12時、なんですけど、実はねここはねチェックアウト夕方の4時まで入れるんですよね。でチェックインもね朝何時だったかな、8時とか9時とかなんか結構早い時間にインできるんですよ。だからすごいねゆっくりね撤収もできるんでいいですね。で川遊びもできるし、で唯一ねちょっとここがっていうのはお風呂がねちょっと遠いんですよ。今これもう帰りねそこ通るんでちょっとそこまで話をしながら行こうと思いますけど、多分ね10分15分まではかからないかなくらいかかるんですよね。まあそれがちょっとめんどくさいんですけど、それ以外はねかなりいいですよ。トイレもトイレもまあわりかしねなんていうか綺麗なんですよ。だからすごく快適にねキャンプすることができます。はい。いやー今回ね買ったものの一番の主なポータブル冷蔵庫ね、あれなかなか良かったですね。DOD の前はソフトフラコ なんかバイク用の、保冷バッグなんですけど、それをね、買って、でそのところに何て言うかなちょっと強力な保冷剤みたいなのを入れてやってたんですけど、やっぱりバイクにその何て言うかな DOD のホームページとかその商品の説明欄でもやっぱり一番上荷物とか入れた何て言うかツーリングバッグの上とか、まあ、トップボックスの上とかに、積載するように、考えられて作られてるっていうね、ものに、なるんですけど、商品的にはそういうものだと思うんですけど、そこに設置をするとですねもうカンカン照りのこの夏の場合全然もうね役に立たない暑くなっちゃう。だから保冷バッグね、あれはちょっとね失敗でしたね買ってね。で今回も一応サブとして、持ってきたんですよ。冷蔵庫っていうか最高でマイナス20度まで冷えるんですよねこれで。家の100ボルト
家庭用電源からやってもマイナス20まではいかないですね。マイナス20設定でやってもマイナス14、5度くらいだったと思いますね、最高でいって。で、下と横もかな、に冷却板が入ってるんで、やっぱりね、そこに面してるとこだけが、飲み物とかでも凍っちゃうような感じになるんでね。僕の場合、今回は、冷凍庫に、その保冷剤を、その強力な保冷剤を、なんていうかな、ちょっと大きい保冷剤なんで、下と横がカバーできるような感じで保冷剤をまず敷物として敷いて、その上にお肉とか買った食材を入れたっていう感じになってます。で、最悪ソフトプラコのその保冷バッグの方ね、 DOD の、そっちの方に、その固まった凍った状態のその保冷剤を入れてもいいかなと思ってたんですけどね、そんな感じで一応 DOD の方も持ってきたっていう感じになりました、ね、クーラーボックスね、クーラーボックスって言っていいんかなあれ、持ってきました。でね、どうなのかな、やっぱり持ってきて良かったといえば良かったのかもしれないけど、一応常温じゃないけど野菜とかちょっと冷えてた方がいいのかなって、カンカンで暑いのはちょっとまずいけどみたいなものをそのソフトクラコの方に入れて、保冷バッグをね、おすごいな、保冷バッグを、使ってたんですよ。若干ちっちゃい保冷剤みたいなのを家から、入れてたの、家でちょっと放ってたやつ何個か入れたんですけど、それで入れてた感じになりますね。はい、なんかもうこの前の車多分すごい山道慣れてないですね。なんかブレーキも変なところにかけるか怖いな。なんか山道慣れてない車の後ろはちょっと怖いですよね。どんな動きするかわからないし。はい、何の話や、とりあえずね、この冷蔵庫はね、とりあえずその保冷剤を電源切れた時は保冷剤で中を冷やして、で、なんていうかポータブルバッテリーみたいなちっちゃいやつ、僕持ってたやつね、もう持ってきてたんで、それでちょっとね、夜とかは冷やして、夜というか着いてから夕飯食べるまでの間冷やしてみたいな、そのくらいの間を持ったんですよね、一応ね。で、やりくりをしてね、やっぱり夜くらいにはね、もう電源切れちゃいましたね、ポータブルバッテリーのね、そんなに大きくない、容量が大きくないポータブルバッテリーなんで、僕持ってるやつね。とりあえずそれでやりくりをしてました。一泊だったんで、とりあえずそれ以上はね、冷やす必要がなかったんで、食材も、朝ごはんに食べるものちょっと残してたくらいだったんでね、そんな感じで、やってましたね。よいしょ。今僕の状態はね、坂道でね、止まるのがね、すごい辛い状態なんですよね、これね。よいしょ、はい。よいしょ。ちなみにまだお風呂、まだもうちょっと先になるんですよね。
まあそんな感じです。一応ね、だからあのバイクの電源でどうかなと思ってね、ちゃんといけるかなとか、まともにあのバイクに乗せて運用するのは今回が初めてで、でバイクのあのずっとねポータブルバッテリーが、ね、あのバイクの方から電源取って、こう走りながらねやってて、でまあ、あのどれだけ正確かっていうのはちょっと分かんないんですけど、僕のあの持ってるあのなんていうかな、あのバッテリーの状態、バイクのバッテリーの状態をスマホで表示するやつね、記録が出て電圧の記録とかもできるやつ、あるんですけど、それで見ると、着いた状、あのキャンプ場に着いた状態でバッテリーが 80% だったかなっていう表示が、なってました。まあそれもどれだけ本当に正しいのかちょっと微妙なとこなんですけど、後でね、荷物全部下ろして温泉に、行った時に、なんていうかちょっとしか走ってないんですよ。もう今あと 0.9 キロって出てますけど、そこまで行って帰って、でその時にあのバッテリー その残量表示みたいなやつ見たら 100% になってたんでね、なんかそんなにすぐ充電するのかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあだからバッテリーに乗っててもやっぱりそれなりに負荷はね、かけた状態になっちゃうんで、だからどうなのかな。まあ僕みたいにあの一応ジャンプスターターも持った状態でやっぱりこんなことやるんだったら、ツーリング出かけた方がいいということなんだと思います。知らず知らずのうちにね、電気バッテリーが減っていってしまって、あここここ夢の湯ってね、ここですお風呂。だからそんなことに、まあ、バッテリーが減ってね途中でバイク動かなくなるなんていうこと、あるかもしれないんでね。僕ちなみにあのあれですよ、 GSX の時125の時はね、あの前もずっと見ていただいている方は知ってると思うんですけど、ずっとバイク走って、まあ、通勤やってて、フォグランプとかあの電熱グリップヒーターとかもつけた状態でやってて、まああのその会社から帰り際にスタンド寄ったんですよ、ガソリンスタンド。でガソリンをエンジン止めてガソリン入れて、さあエンジンかけようと思ったらかからないんですよ。いやー本当に焦りましたね。であれこれ、まあ、あのまだバイク屋さんの担当者微妙な時間帯だったんですけど、まだ、お店で電話したら電話もう営業は終了してると思うんですけど電話出てくれて、でいろいろ相談してて、で、まあ、もう走ってきてるんでね、バッテリーのまさか残量がないなんていうことは考えてなかったんですよ。もう絶対なんか電気系のトラブルだと思ってやってたんですけど、最終的な結論があのあれですよ、バッテリーがなくなってたんですよ。あのガソリンスタンドの人に一応ね、あの念のためにあの一回バッテリーつないでみますかって言って言われてつないだんですよ。そしたらねエンジンかかったんですよ。もうね、出てね、こうやって走ってる間にバッテリー充電常にしてると思うんで、多分だからもうあれなんですね、 GSX の時はあの発電量よりも使う量の方が多くなっちゃってたんですよね。だから知らず知らずのうちに走っててもバッテリーが減っていって、ちょうどガソリンスタンドでエンジン止めたらかからなくなっちゃったっていう、なんかねいやー本当にちょっとね、だからあのあれですよ、今回もキャンプ場に着いた時点でバッテリーの残量が 80% とかいうことで 100% じゃなかったんでね、だから多分発電量より消費量の方が多かったんでしょうね。だからちょっと気をつけないとダメはダメですよね。でちなみになんですけど、この、冷蔵庫一応ねあのマックスモードちゃうな、 なんかあとエコモードっていうのもあるんですよ。多分でもエコモードにしたらより冷えなくなると思うんで、
まあどうなのかな、僕はもうとりあえずあのもう一個のマックスモードかなんかパワーモードかなんかそんな今日、要するに今日の方ね、今日とジャックがあったら今日の方にして、使ってました。だから、どうなのかな、もしあれだったらポータブルバッテリーを間にかましてやった方がいいのかな。だからバイクからポータブルバッテリーを充電してポータブルバッテリーから冷蔵庫をつなぐって結局一緒か、でも、ね、まあでもとりあえずね、うまいこといけたんでよかったです。で今も冷蔵庫後ろにねちょっと残ったというかキノコとかそんなんなんで、ね、まあそこまで悪くもなるものでもないんですけど、もう氷は全部なくなっちゃったんで、一応だから冷蔵庫の中に入れて、稼働させた状態で、帰ってます。また家帰ってからね、バッテリーの残量をそのチェックしてみてどうかっていうのをちょっとまた見てみたいなと思うんですよね。はい、なんかねだから今回ちょっと冷蔵庫の話ばかりしてますけど、ポータブルバッテリーね、ちょっといいやつが欲しくなっちゃいますね、こうなってくるとね。まあバイクでね、こんなんキャンプ行っててあまりそのあれこれいろんなものを求めていくのはちょっとどうかと思うんですけど、でもまあね、なんか事故か見てるんじゃなくて早く行こうよ、ちょっと早く行こうよ、もうこの人嫌やわ。パトカーが来た。もうさ、よそ見すんなんやけど、後ろ見てんのかな。で、これまた直線になったらえらいスピード出すんですよね、この人は。後ろもバイクいてはるんですけどね、なんだろう。ちょっと見たらなんかブーストっぽいんですけどね、ちょっとわかんない。さっきなんか車2台とバイクが1台止まってましたね。どういう事故なんだろう、岡間かなこんな信号もないところでどんな事故が起きたんでしょうかね、ちょっと興味ありますけど、とりあえずなんか人は怪我なさそうでしたけどね。まあまあそんな感じですね。これからまあ帰るんですけど、多分2時間くらいは最低でもね、どこも寄らなくてもかかると思います。まあちょっと暑いんでね、やっぱコンビニ1回くらいはどっか寄ると思うんですけど、最低でも。まあ、あまり止まらずに頑張って帰ろうと思ってるんですけどね。はい、そんな感じです。よいしょ。まあまたね、皆さんも興味あってまだ、バイクキャンプ行かれてないっていう方おられたら、まあ、ちょっと参考にしながら、行ってもらったらいいかなと思います。でも本当に荷物だけはコンパクトにまとめていかないと、あれもこれもあれもこれもってなるとね、ちょっともうえらいことになっちゃうんで、やっぱり着替えとかも無駄なものは持っていかない方がいいですよね。現地でだから汗かいて脱いだやつを洗って乾かしてみたいな感じでねやった方がいいですよね。あ、ちなみに今回のところもね、僕は使ってませんけど、今回ランドリーはありましたね。今コロナのやつでシャワーもあるんですけど、シャワーはコロナに止まってたんですよ。で、ランドリーはどうなのかな、空いてたのかな。まあ何百円かで利用できるだと思うんですけど、まあそんなのはありましたね。あとね、
薪がねえらい高かったですね。600円でなんか本当にねちょっとしかないんですよね。でまあもう本当にね一晩でね全部使い切って足りないくらいでしたからね。まあ今回あのだから炊飯っていうかあのご飯もね全部あのその薪でやったんでね、薪で火を起こしてあのスキレットで野菜焼いたりお肉焼いたりしてやってたんですけど、ちょっとね本当はマッシュルーム買っていってたんでね、オリーブオイルでちょっとやろうと思ってたんですけど、もうお腹いっぱいになっちゃってね、やっぱ暑いからかな、さすがになんていうかあんまり夏バテとかそんなこともしない方なんですけど、さすがに食欲があまり起きてなかったのかな、なんかね食べれなかったです。おー、なんでここでブレーキ踏むかな、全然こんなとこ買わせるのに、でえらいはみ出ていくし、もう嫌やわ。こういう車の後ろはちょっと距離上げていかないと危ないんですよね。いきなりブレーキ踏まれてこっちがおかましちゃいますもんね。怖いわ。いつ踏むかなんか予想しないところで踏まれるから怖いんですよね。よいしょ。さあ曲がりましょう。あ、後ろ全然違いましたね。なんだろうあれ。ちょっと車種わかりませんけど、ウヒトとか言ってたけど全然違かった。なんかカウルついてましたからね。全然違かった。とりあえず。帰りますけど、またあの何か喋りたくなったら撮るかもしれませんけど、もうあと延々と走ってるだけなんで、とりあえずね。で結構キャンプで地味に疲れてるっていうのもあって、まあまあ、あのぼちぼち帰っていきます。ではでは。はい、やっとね山を越えてきました。ただいま12時52分、まあ1時間弱くらいですかね、ここまで帰ってくるのが。はい、とりあえずお尻がちょっと痛くなってきましたね。これ荷物がねあって、暑いな、ちょっとこうなんていうかな、前に押し出されてるんですね体が。ちょっとそれでね、なんか運転姿勢が、なんか来た時よりもちょっと厳しい運転姿勢になってますね。ちょっとしんどいな。ほんで、とりあえずね、来た時はね、こう24号線っていうやつを、奈良の大和高田っていう方からね、来てたんですけど、京奈和道ね、高速道路になるのかな、自動車専用道路かな、料金無料の高速みたいなのがね、あるので、それ乗ろうかなと思います。なんていうか、来るときはね、ナビ通り来たんですけどね、ナビ通り来たら、まあ、京奈和道を通った方が時間がかかるというね、案内だったんで、まあ、なんていうか、他の道で来たんですけど、結構ね時間がかかったんですよね、来る時。なんでかなと思って、なんで乗らないのかなと思ってね、思ってたんですけど、はい。でここからもうその京奈和道、今これちょうどあれですね、大阪方面西向いて今行ってるところですね。で京奈和道っていうのがここからね、和歌山の方がずっとね北向いて
あ、今ちょっとトラック走ってるの見えましたね。奈良の方北向いて、行ってます。それに乗ってね、行こうかなと思います。まあ特にね、もうなんていうか ただ単にもうここからもう街中はずっと走ってるだけなんで、まあもう今日はこんなところにしとこうと思います。あの締めないとなんかダラダラ続けそうなんで、はい、ということで、まああのこんななんていうかバイク Vlog 動画的なやつもね、ポツポツと出していこうとは思ってるんで、またよろしくお願いします。あとキャンプ道具、まあこれも参考になるかどうかわかんないんですけど、またあの僕使ってるキャンプ道具で、これが良かった悪かったっていうのをまたアップできればいいかなとも思いますんで、まあ、見た人がいてるかどうかわかんないですけどね、はい、よろしくお願いいたします。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さよなら。